王将の初防衛を目指す藤井五冠にタイトル通算100期に挑む羽生九段。1勝1敗のタイで迎えた王将戦の第3局は金沢市のホテルで始まりました。藤井五冠の先手で始まった対局は予想外の出だしとなり、戦型は羽生九段の雁木に藤井五冠が先に攻める形となっていて、難しい中盤戦の中、まもなく封じ手となります。現在形勢はほぼ互角で、明日夜までに決着がつく見通しです。